バイオハザード六はカプコンより発売されたプレイステーション三、x b o x 三百六十、Windows、プレイステーション四、XBOX1、Nintendo s w i t c 用ゲームソフト。バイオハザードシリーズの第八作目にあたる。バイオハザードシリーズとしては二千十二年発売のバイオハザードリベレーションズより約八ヶ月振りとなり、ナンバリングとしては二千九年発売の バイオハザード5以来約3年半振りとなる。2012年1月20日にティーザーサイトがオープンし、ファーストトレーラーにおいて同年11月22日発売予定と発表されたが、4月11日に10月4日への発売日変更が発表された。それに合わせてセカンドトレーラーでは発売日の数字が変化する演出が取り入れられている。Windows 版は 最大で2560600の高解像度のグラフィック出力が可能となったほか、新要素としてコンシューマー版よりも多数の敵が登場するザ・マーセナリーズ・アンリミテッドが収録されている。プレイにはスティームのアカウントが必要。また、一部対象のグラフィックボードにクーポンがバンドルされており、無料でダウンロードが可能。 ダウンロード期限は2014年5月31日までで各種ダウンロードコンテンツは含まれない。本作では口述のように世界各地でのバイオテロが展開、武装兵の他に避難民やテレビ局など民間人のエキストラが登場し過去作以上の臨場感を実現している。また操作するキャラクターのエフェクトや演出にも汗の描写や埃汚れの描写、 着用している服が濡れる描写など、細かな演出も盛り込まれている。本作における舞台は、中国の沿岸部にある街を舞台としており、時系列としては、小での事件から3年から4年後の2012年12月24日から2013年7月1日となっており、クリス・レッドフィールド、レオニエス・ケネディ、ジェイク・ミューラー、エイダ・ウォン等の複数の人物が主人公となっており、同じ舞台、 同じ事件と時間軸の中で、それぞれの主人公の目線でのストーリーが展開していく形となる。そのため、実質的なストーリーの長さは、かなり長い部類に相当する。バイオハザード以来の発売当時以降の近未来を舞台にした作品でもある。発売と前後して、週刊少年チャンピオンにて、 本作の物語につながる公式連動漫画バイオハザードマルハワデザイアが連載された。本作の全世界累計販売本数は2020年12月31日時点で770万本以上に達している。同年5月24日に発売されたドラゴンズドグマでは本作の体験版を先行ダウンロードできるコードが数量限定で同梱され、 Xbox 360版では2012年7月3日より Xbox Live マーケットプレイスにて PS3 版では9月4日より PlayStation ストアにてそれぞれダウンロード開始通常配信用の体験版は9月18日に PS3、Xbox 360で同時配信されたこちらは先行配信用の体験版とは 内容が異なるものになっている。3990円に値下げした廉価版。2013年8月8日発売。紙製のケースに通常版バイオハザード6のパッケージと特典のスペシャル映像 DVD すべてのダウンロードコンテンツがダウンロードできるプロダクトコードが同封される。また、プレイステーションストアにて全てのダウンロードコンテンツが適用済みの バイオハザード 6DLC オールインパッケージが3600円で配信されているが、こちらにはスペシャル映像 DVD のコンテンツは含まれない。ナンバリングタイトルの過去作、4、5と同じくビハインドカメラによる TPS のようなゲーム構成だが、チャプター、内容等によっては固定型カメラのようなアングルになっている場面も登場する。5、RV 同様パートナーが存在し、 協力が必要な状況も多い。また、前作同様パートナーに対し、指示を与えて動かすことができるが、今回では状況に応じて、囁き声になったり、叫び声に変わったり、言葉のバリエーションも増えているなど、より臨場感が増している。これらの本作より導入された演出やアクション、システム等は、後のバイオハザードリベレーションズ2にも継承されている。さらに、 全2作のナンバリングタイトルでは、敵が出現した場合はほぼ必ず BGM が流れていたが、今回では、敵がいても流れない場合があるなど、BGM がない時に敵がいないとは限らなくなっている。また、ステージの移動の際にあるローディングの合間には、敵の弱点や有効な倒し方など、ゲームを進める上での様々なヒントが表記される。日本語版声優は、 有料ダウンロードコンテンツの日本語ボイスパックを適用した場合のもので PS4 には最初から組み込まれている。レオン編クリス編ジェイク編エダ編今作はごとことなり日本版では人型クリーチャーの頭部が破壊されない。ゾンビ編異体、ジュアボジュアボ編異体完全編異体、4、5と同様、本作でも C ウイルスの影響を受けていない動物たちが登場する。 今回は倒してもアイテムを得ることはできないものの、撃破数にカウントされ、リザルト時にメダルをもらうことができる。前作までは実銃の外観及び正式名称を持つ銃器が多かったが、本作ではオリジナルデザインの銃器が多数を占めている。新たに、モードチェンジシステムが採用され、一つの武器で2種類の弾薬を使用できたり、拳銃の二丁化等の切り替えが可能な銃器等が発。 登場している。なお、本作では、武器改造システムは廃止されたために、個々の武器の性能に関する変動はなく、スキルの装着で威力の増減や、反動軽減等の変動が生じる。さらに使える武器はシナリオによって決められている。なお、前作同様に無限弾数にできるが、今回は、ハンドガンやマグナム等、各種の無限弾スキルをつけなければ無限弾数に、 できなくなっており一度に、セットできるスキルの数も3つなので、すべての武器を無限弾にすることはできない。また前作では操作ボタンを押し続ければ、発砲し続けることができたのに対し、今回は所持弾数が無限になるだけで撃ちっぱなしが、できず弾が切れるようになっており、その度に装填しなければならない等の変更点がある。一般的な 9mm 弾薬を用いる、拳銃類。 口術のマシンピストルと弾薬は共通ながら、カテゴリーは区別されている。ハンドガンと共通の 9mm 弾薬を用いる連射可能な銃器だが、実質的にこのカテゴリーに属する銃器は中型、または大型のサブマシンガンのみで、3点バースト射撃が可能なトリプルショットは含まれない。全般的にハンドガンより威力は劣るが、 連射性能と相談数は上回っている。映画ピアーズルートではハンドガンが登場しないため、マシンピストルがハンドガンの役割を担うことになる。5.56mm な投弾を用いる突撃銃類。全般的にハンドガンより威力が低かった前作までとは異なり、本作では全般的にハンドガンマシンピストル類より一発あたりの威力が高められているほか、 敵一体を貫通するため複数の敵にダメージを与えられる。なお、すべてフルオート射撃限定のため AB-50 と同じくセミオートのように単発で射撃するにはやや慣れが必要となる。ハンドガン並みの威力の弾を一度に7発同時に発射する3段重類。近距離で射撃すれば敵一体につき多くのダメージを与えたり、 乱戦時でも複数の敵を一気に攻撃可能な利点を持つが遠距離への射撃の場合は威力が落ちやすい欠点を持つ。前作の5と違い遠距離のダメージが決められている。スコープを標準装備した高精度射撃が可能な狙撃重類だが本作ではスコープのズーム設定が無段階調整ではなく2段階の調整のみとなったため前作までと比較して やや使い勝手が落ちている。極めて強力なマグナム弾薬を用いるオウン型の拳銃類。前作と比べると弾薬の種類は減少している。着弾すると炸裂し、大ダメージを与えられる4 0ト、mm、ル口径弾薬の敵弾発射機類。銃本体は独立したものと前日のアサルトライフル BC に装着されたものの2種類が、弾薬自体は3種類が登場する。 本作における近接武器にはナイフ系統とスタンバトンがある。掃除手威力はハンドガンと同等、またはそれ以上で弾薬は用いないので非常に使い勝手が高い。本作では手榴弾系統の爆発物を構えた際に照準が表示されるようになったため、過去のシリーズよりも狙いをつけやすくなっている。シナリオごとに2種類しか使えない。 ゲーム本編とは別に存在するミニゲーム。シリーズ恒例のザ・マーセナリーズをはじめ、複数のゲームモードが存在する。なお、エージェントハントとザ・マーセナリーズの二つ以外は、有料ダウンロードコンテンツとなっている。追加要素として、以下のダウンロードコンテンツが、有料配信されている。スペシャルパッケージには、これらのすべてが無料で、ダウンロードできる。 ダウンロードコードがパッケージに同梱されている。今回はシリーズとしては初めてパソコンとスマートフォンを使用したウェブサービスを行う。名前はレザダンティビルネット。主な内容。ありがとうございます。